信じないでいいですよ。ドントトラスト。信じちゃバカです。僕は自分のことを信じてて。早くその日が来ないかなってずっと楽しみに待ってましたよ、それは。うん、もうとにかく早くしてくれって、早く僕に演奏させてくれってずっと思ってましたね。今回のツアーはそうですね、なんか今までの自分が何百回何千回多分やってきたライブの中でもすごくいいものでしたよ。すごく動けました。音楽がその人にもたらすそういう感情みたいなものがなんか全部あったなという気はするんですね。失望もしくは期待していた通りのもの、これを待ってたっていう人もいるかもしれないし、こんな島良平見たくなかったっていう人もいるかもしれないし、大阪はその僕がそのドレスコーズになってから歌っていなかった自分が昔書いた曲を久しぶりに人前で歌った最初の日なわけですから、やっぱりそれは冷静ではいられないですね。久しぶりにそれを人前で誰かに対して歌うっていう、まあちょっとしたね、みそぎじゃないですけど、うん、ちょっとそういう通過儀礼みたいな。僕は一人で僕以外の全てっていうのと向き合うっていう、なんかそういう曲を僕のレパートリーの中からもう新旧織り交ぜてやってみようと思って。怖くはないですね、うん。私の人生最初に歌った時の歓声なのかブーイングなのか、おーいみたいなのとか、歌いたくなったという感覚ですね。うん、みそぎ感みたいなのがありましたね。はい、前越です。はい、カリスマボーカリストの声をもうちょっとだけください。了解です。ちょっとで大丈夫です。はい。あ、瀬川です。僕もカリスマボーカリストで。そうです。カリスマ本番もうちょいうるさいと思いますので。はい。もう決めれたんです。はい。今回のツアーに付き合ってくれたメンバーに声かけて、それはやっぱね、彼らは分かってますよ。これが。どれだけハードルの高いことか。最初僕の地獄に付き合ってねって言ったんですよ。
名古屋は最後こうみんなに憧れてこういい顔してこう上がってくるんだよねお疲れ様でしたっていうねぎらいじゃないですかね多分。最終日です。早っ。もっとやりたいな。やっと分かってきた。コーストね。あそこすごい好きなんですよ、コーストって。ここ初めて入るんですよね。はい、すげえ。すげえ、かっこいい。出た。ドエロだな、これ。なんか匂いがもう、そういう匂いしてるもんね。でしょ。おー出るのはすごい久しぶり。遊びにはよく来ますけど、あそこでワンマンショーをやるのは初めてだったから感慨深かったですね。最初のところから一応やってみますね。はいはい、こんな感じで入り口の看板のところに自分の名前がね、ドントトラストってついてますけど、気分がいいですよね。1曲目に僕がラジカセでやったでしょう。すごく大好きなプレイヤー集めてバンドを組んだのにうまくいかなくなって、でそれでもやっぱり僕は歌いたいならラジカセでいいって話になるじゃないですか。ラジカセでやったジャーニーとあの後半バンドになってからのジャーニーと何がどう違うと思ったっていう、昔のメンバーで演奏してた時とどこがどう違うと思ったっていうのを楽譜に起こすと多分同じことをやってるんですよ。でもやっぱりそれは全く違うものになるのはなぜかなっていう、どうしてかなっていうの、バンドって何なんやろうって、そのセットリストとかついたワイスバイクメイクシーと絵の書き込みはもうやめましょう。でまああれ西君が言ってくれたおかげでネタバレが一件もなかったですってね。だからまあ外を出しながらマリーの曲やるなら今からっていう、それがちょっと今回のツアーのその異常さ、すごいお客さんと僕のなんか共犯関係のようなもの、それも分かるんですよ、何の罪を僕らは犯してるのかっていうの。それは多分あんなにも悲しいことがあったにもかかわらず自分たちは今こうやってまたそれを忘れようとしているっていう、罪の意識なんですよ多分。僕だってそうだし、3人も袖にしてどの面下げて歌うんか見に行ってやろうって言って来た人が例えばいたとして、でそういう人がね気づけば
こう楽しんでしまってるっていう。でケガのマリーズを解散させた時だってもうどれだけ殴ってやろうと思ったかって思ってたとして、ビューティフルとかでああっつって、で愛の手までまたこうやって、うん、そうやって僕らはあれだけ辛かったこととか悲しかったことをねいつか忘れてしまうっていう。スーパースーパーサードっていう曲を書きましたけど、この曲の本当の意味みたいなのが僕分かってなくて、そんなこんなの葛藤の果てにものすごい笑顔でいっぱいの人がイエイイエイって何回もイエイイエイって言ってる光景が、あスーパースーパーサッドってこういう表情なんやって思って、もう悲しさすら通り越して、それがやっぱり今回のツアーの僕の一番のなんていうか結論っていうか、うん、一番印象的だったのはスーパースーパーサード歌ってる時のステージからの光景かな。